どうも、おです。私はですね、今関西国際空港のエアロプラザに来ております。まあ、それで今回なんですけども、ピーチでね、関西からですね、成田に向かうというか、まあ家に帰るという感じになるんですけれども、なんか違和感ありますね、家に帰るってね。この関空から成田に家に帰る、めちゃめちゃ違和感ある。まだ、ね、東京に引っ越してですね、10日ぐらい経つんですけども、まあ帰ります。それでね、今回なんですけども、前回ね、そう、旅くじピーチのやつ、まあ、関空から飛んでですね、すごい好評だったんで、ちょっと今回もね、ちょっとチャレンジしてみたいと思っております。まあ、それで旅くじで通常ね、大阪のパルコとかね、渋谷パルコだっけ、なんかそういうところでね、ガチャガチャが引けるっていう感じなんですけども、機内でもね、引けるというところまで対応したみたいなんで、ちょっと今回それにチャレンジしてみたいと思います。ということで、早速なんですけども、フライト自体はね、7時40分でございまして、だいぶ3時間前でございましてね、時間もありますね。とあるところに寄ってみようかと思います。過去にもね、何回か利用したことありますが、のどか、こちらラウンジですね。まあ、ラウンジというかネットカフェに近いですかね。飛行機乗る前にゴールドカード持ってるとね、2時間無料で使えますね。おそらくまあピーチチェックインもしてないんですけどね、使えると思いますので、こちらをですね、使おうかと思います。こちらですね、ただアメックスは対応してないんで、ゴールドカード以上ですね、ちょっとそこだけは注意していただきたいんですけれども、あとキックス、痛みカードとか持ってると半額で使えたりするんで、それでも結構お手頃になるんでですけど、まあこっち無料なんで、今回こちらを利用しようかと思います。はい、では行ってみましょう。お席の方は本日いかがなさいますか？個室って使えるんですかね？大丈夫ですよ。じゃあ個室のフラットの、はい、マットタイプの方ですね。はい、お願いします。で、また機長外出なさる際、それからお帰りの際に、今お渡しいたします。こちらをこのフロントにお持ちくださいませ。はい、わかりました。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。はい、無事中に入ることができました。やっぱり使いましたね、問題なくね。ということで、今日私のフライトはどこだ、19時40分、これですね、19時40分。お、ちょっとディレイになってますね。まあ、10分なんで全然大丈夫です。今日はちょっとピーチはだいぶ遅れてたりするやつもあるみたいですけど、私のやつはとりあえず大丈夫そうです。これかブラックの、アメリカブラック系は結構良さそうです。もう一回押してもらったら、よし。というかな、めっちゃ広いな。快活クラブよりも一回りって書いてたんですね。疲れました。結構お客さんもいらっしゃいますね。それで今日実は韓国に来たやつは後日多分動画に上げると思うんで、また時間かかるんですけども、楽しみにしていただければと思います。結局、喉が2時間ぐらい、今したギリギリまで、そう、2時間までしか使えないんで、そこだけは注意ですね。で、シャワー使ってる人とかもいたりね、結構ね、活用されてるなっていう印象で、私がですね、まあ、こう来た時は、まあ、やっぱりこうコロナが落ち着いてなかったっていうこともありまして、全然人もなかったんですけど、ぜひ皆さんもね、特にピーチとは相性はいいと思いますんで、整理をしてみてください。ということで、今からですね、第2ターミナルに向かいますけれども、果たしてでも、ピーチ旅くじについてもね、ちょっとね、調べてみたんですけども、機内に15個しか1日で用意してなくて、まあ、飛行機いろいろ成田行ったり関空行ったり沖縄行ったりとかしてるんでね、果たして今日もうね夜なんですけれども、多分ラストフライトと思うんですけど、余ってるかなっていうところですね。今更ながらちょっと心配してきました。あってほしいな。このためにね、ちょっと乗ると言っても過言でもないんで、別に普通に帰るのであればもうね、羽田空港に行こうと思ってたんで、スターフライヤーとかね、とりあえずは第2ターミナル無料バスで向かいます。第2ターミナル到着です。結構でも関西に戻られてる人もいらっしゃいますね。今日はクリスマスなんですけども、よし、じゃあ搭乗券もらいましょう。今回カバンしかないんで大丈夫と思います。3キロ、はい、C 席、まあ、一応ね、今回ガチャを引くという前提で、まあ、窓際じゃなくて、はい、通路側をちょっとチョイスしてみようって感じになります。ではもう今からね、荷物検査を終えたいと思います。もう人もおらずサクッと行きますね、荷物預けなければ。
石エリア内の方にやってまいりましたけれども、このカバンでもね、そう結構もう一つ一つ測られて 6.6 とかギリギリだったんで、 7.1 とかでもアウトなのか、でもアウトだろうね、うん、今気づきましたけども、見なかったら自分が悪いですけど35分遅れになってましたね。うわ残念。あもうちょっと待ってください。あこの沖縄便はあれなんだ、4時30分出発で19時だったらお疲れさんです。ということでちょっと今日乱れてみたいですね、ダイヤが、うん、ちょっとお客さんがもしかしたら、ね、苛立ってるかもしれないですね。皆さんの出発はおよそ35分後で、ただいまのところ、新しい出発時刻は20時15分予定しております。当店ご利用お客様は、本番前までしばらくお待ちください。やっとね、始まりましたんで、だいぶ遅れましたけども、では今から入ります。ここが寒いな、冬はな、うん、うわぁ、めっちゃ寒いわね、成田空港は第一ターミナルですからね、第三じゃないんで、それはいいですね。ジェットスターだと、ね、第三になりますけど、ちょっとデッドスターの方が安かったんですよ。でもまあ今回ピーチの旅くじ引いたかったんで、ちょっとこっち乗ったんですけど、果たして売ってるでしょうかね。はい、体感温度はマイナス10度ぐらいですね、まあ、私の、ね、測定値ですけど、ということで中早く寒いんで中に入りましょう。今日はもう満席ということですごいですね。早期到着遅れのため皆様のご出発が遅れておりますことをお詫びいたします。それではマジックです。今から大宅本体のスローアの席になりますので、リンクシーンはありません。しましたけど結構揺れてますね。といっても、まあ、眠たい私にとってはすごい心地がいいんですけどね。ということでそんなに安定して飛んでる時間短いと思うんで、旅くじも買うならさっそく買わないといけないですね。こちらに帰っておりましたけど、あれですね、パルコなんですね。で今ねピーチ の, ウェブサイト見てるんですけども、ここに売ってるはずなんです。あったあったあった、一番下にあった、こっそり東京版ということで、今回は東京に向かう便なんで東京から出発なんですけど、まあ、これはちょっと私にとってはすごいですね。というので、あ、売ってそうですね、買えそうです。現金しかない、これで買ってみます。前回は、まあね、石垣島が当たったんで、次は冬の北海道行ってみたいと思ってるんですよね。なんで冬の北海道当たらないかな。2番別とか良さそうですね。札幌以外がいいです。行き先を選べない旅をしてみませんかというコンセプトで、この便では成田国際空港発の旅くじを印刷5000円にて販売しております。普段自分では足を運ぶことのない場所が当たるかもしれない旅のワクワク感を味わってみませんか。また機内で旅くじをご購入いただいたお客様に味覚効果のあるストッキング、カネボエクセレンス、ピアスの選手をプレゼントいたします。
詳しくはピーチライブまたは機内デジタルサービスの説明動画をご覧ください。でも旅くじは積極的に販売してますね。今 CA の方のパネルで旅くじどうですかみたいな思ってます。はい、はい、M サイズか L サイズがあるんですけど、はい、あ、じゃあ L サイズで、はい、あ、はい、ストッキングがもらえるって言っても女性用じゃないかな、男も使えるのか。でもね、旅くじだと男も使うね。とりあえず L サイズもらったけど入るか分かんない。あ、いいや、もらえるもんはもらっときましょう。いや、めっちゃ緊張するな、てか恥ずかしいな。てる人は僕ぐらいしかいない、僕しかいないです、ね、あ、ありがとうございます。あ、いえいえ、ありがとうございます。じゃあ、せっかくなんで。あ、じゃあ、奥の冷たいです、ね、下の。じゃあ、これ。はい、どうもありがとうございます。シールが、黄色いシールが成田発になっています。わかりました。了解です。ありがとうございます。あ、これ女性用ですね。あ、じゃあこれは妻に持ってきます。あ、はい、わかりました。ありがとうございます。はい、というわけで引きました、バッチリ。というわけでストッキングは女性用でしたね、やっぱり。ということで妻にあげます。ではこちらちょっと引いてみましょうか。結構でも余ってましたね、まだまだたくさんありそう。やっぱりでも北海道、関空は絶対見てほしい。まあ北海道じゃなければ九州お願いします。あと6000円と1万ポイントがあるみたいなんで、もちろん1万ポイント当てたいです。どうでしょうかね。使用いたします機材の到着遅れによりまして、皆様の関西国際空港出発並びに成田国際空港への到着が大幅に遅れておりますことを心よりお詫び申し上げます。成田国際空港へは今のところ午後9時40分頃に到着できる見込みです。現在空港周辺の天候は小雨、気温は摂氏5度との報告を受けております。この先のコールドの天候でございますが、降下に際しまして雲の影響で揺れが予想されております。本日は皆様の到着が大幅に遅れておりますことを重ねてお詫び申し上げます。本日のご搭乗誠にありがとうございました。じゃあ今回は前回は、ね、内緒にしてたんですけど、今回はもう皆さんにお見せしようかと思います。必ず当たったところ行きます。というので寝られてる方も多いフライトでございますけど、まもなくしたら、はい、成田空港到着です。沖縄か、あ、でも那覇なんでね、前回石垣だったんでそれは良しとしましょう。まあでもピーチはこう行くんですね、こう行かないんだ。でまさか、まあ、那覇になっちゃったんですけど、まあまあまあでもいいかもしれないね。まあ、北海道自分で行きましょう。時は成田国際空港に着陸いたしました。
また本日は皆様の大切なご予定の中、ご到着が約15分ほど遅れましたことを重ねましてお詫び申し上げます。新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、ピーチよりソーシャルディスタンス、詰めたらあかんのお願いです。本日はご搭乗いただいておりますお客様の人数が多いことから、6つに分けてお降りいただきます。まずはじめに座席列、1列目から5列目。また降りの際、前方出口にてゴミ箱を用意いたします。機内で発生いたしましたご不要なゴミは、お降りの際、前方出口、ゴミ箱までお待ちください。それでは次もビーチのフライトで皆様のご搭乗お待ちしております。皆様はこの先もどうぞ新型コロナウイルスの感染予防にご留意してお過ごしください。本番大きいんじゃなかったんですけど、お疲れ様でした。成田到着しました。キャビンアテンダント、スタンホールダーのクロスチェック。というので謎のあのねフォトゾーン、よし階段で行くか。成田空港ですけど、なんか帰ってきたら成田空港でめちゃめちゃ違和感ありますねいやこっからもう海外行くぞみたいなね感じだったりするんですけど今回ちょっと自宅に帰ってきたということで、電車使うのであれば第一ターミナル便利ですね。第3位も、まあ、バスであればね第3からも出てるんですけど、預け荷物もない。成田空港に到着いたしました。まあ、今回ね無事念願の旅くじも購入することができて、まあ沖縄まあちょっとね前回石垣だったんでもうちょっとこうねこう変わった方が個人的には良かったんですけど、まあそれは置いといて、まあこの冬の沖縄は悪くないと思うんでね、まあそれで沖縄ね結構まだ泊まれてないね、泊まりたいけど泊まってないホテルとかあったりするんで、まあちょっと家族で行くことを前提にですねちょっと考えてみようかと思います。まあ、それで6000円か1万円かちょっと分かんないですけど、まあおそらく6000円じゃないかなと思います。ちょっとここら辺に貼っとこうかと思いますけど、ぜひね皆さんも旅くじパルコに戻ってたりするんで、ぜひともよかったらチャレンジしてみてくださいということで、まあ、こんな感じで、ね、今回の動画を終わりたいと思います。また引き続きよろしくお願いします。それでは。